よいしょどすこい深夜のこっそり食堂でございます。皆様こんばんは。まあ、早速今日もですね、千代田町を散策してる最中でございます。ここはね、寿司の矢島さんね。でその奥がカフーさんかな。ここはね、お好み焼き屋さんなんです。うん、ドンジャウさんっていう。あら、ラララです。あららです。あー、行きたいな、行きたいな。怒られるからな。まっすぐ行こう。今日すいません、取り乱しました。あららです。今からですね、ちょっと以前2ヶ月ぐらい前にですね、行ったと思うんですけども、万寮さん、うん、これはここもプライベートでね、利用させていただいている場所なんですけども、夜ね、皆さんちょっと知りたいんじゃないかなと思って。うん、やっぱランチもやってるとね、要はじゃあ夜ちょっとお高いんじゃないかなとか、いろいろあると思うんですよ。うん、その不安を少しでもね、軽減できたらなと思ってですね、今日はですね、ちょっと夜の方のですね、お寿司をちょっと食べようかなと思ってるんですよ。まあちょっとね、僕実はね、自信がないのが、夜お寿司食べるとですね、ちょっとね、別のお店も行きたくなるっていうね、変な習性を持ってるんで、そこが僕実際不安なんですね。ね、うん、まあちょっとね、行ってみようかなと思うんですけど、あ、ここにはね、欅さんもありますし、欅さんもね、有名ですよね。うん、和おばさんがあってね、ね、これは日本料理、前橋欅さんと、ここもなかなかのね、お店でございますよ。はい、どうぞ。寿司万寮さんに来ちゃいましたと。まあ、ここはね、この間はね、ランチの万寮さん来させていただいたんですが、今日はね、夜のね、万寮さんをご紹介していきたいということで、お邪魔してみます。んー、じゃあそれじゃあ行ってみよう。いやいやいや、あ、大将すみません、お腹だけ。あー、似てるわ俺とそっくり。おやさん、どうですか、こっちの方は、こっちの方は。進むわけないじゃん。ダメですか、あれ、ちょっとご視聴者様、ちょっと。いや、自分だってもう、本当ですか、おかしいな、俺、ご視聴者様にお願いしたんだけどな、この間のあれで。いつもの私、ね、群馬といえばこの赤城山、これね、合うと思いますよ。誰か本当お願いします。なんか親さん本当いい人なんで、ね、ちょっとエッチかも、スケベかもしれないけど、まあ、よいしょ、じゃあいただきます。お先に、美味しい、本当ね、すっきりするんですよ。この群馬のフードに合ったお酒だと思いますね。おじさん、今日何かお作りを、はい、適当に、青物入れて、はい、今日なんか揚げ物できますか。揚げ物ですか、はい、天ぷらですと、ネタがあるのはアナゴ、キス、メゴチとか。じゃあアナゴで、アナゴでお願いします。はい、で天ぷらもなんですけど、今親方がですね、一人でちょっとやられてまして、混雑時とかはですね、ちょっとなかなかやっぱ提供遅れるか、もしくはやれない時もあるんですよね、どうしても。そうですね、自分が重なっちゃってる時とかなんか、天ぷらなんかはね、そうなんですね。そうだから、ちょっとね、いいタイミングだといいと思います。僕なんかね、早い時間来ちゃうんで、だいたいね、頼めるんですけど、また夜のね、雰囲気もいいんでしょね。これ一人で来てるんですよ、僕。こう誰かね、待ち合わせする時間、なんかそういうのないですかね。まあそれもしょうがないね。YouTube だからね。じゃあ料理来るまでちょっとお待ちを。じゃじゃーん。よいしょ。見えるかな？このしめ鯖見える？うわー、いい色っすね。新鮮度がいいや。あとイカ、磯辺、中トロ、あとカニ身、これはお任せでね、適当にお願いしますって。うちのチビたちもね、ここでカウンターデビューしたんですよ
生意気でしょ、うちのチビたち。本当に。まあランチでしたけどね。でもそういう経験も必要ですよね、子供たちもね。じゃあちょっといただきます。わあ、これ見て、これインクめっちゃ鮮度いいんだけど、これ。いやー、おやさん、まあいいっすよね、ここのサバはね。ありがとうございます。ほんと、ビンビンですよ、ビンビン。あの、今日、来たやつを。あー。うめしい。うめえ、あ、ダメ。うめえ。なんか、ほんと、1日2日でね、うん。売り切れるぐらいじゃないと。うまうわあ、そうですよね。おいしい。ねえ、そうですよね。出せないわけじゃないんですよ。いただきます。ただおすすめするにはあるから、中にはよく閉まってるのが好きだから、生マグロうまい。これアナゴの天ぷら、こういうのは最初の頃だったら出せると思います。あの忙しくなる前ね、忙しくなっちゃうとやっぱり大変だと思うんですけど、これがまたうまいんですよ、アナゴが。そうそう、あの塩とね、天つゆ選べるんですけど、塩でこういうのは食べた方がいいですね。まあ天つゆももちろんいいんですけど、これ見てください、このアナゴ、これアナゴですよ、アナゴ。やっぱ寿司屋でアナゴって最高だよね。いやー、またやっぱり違うでしょ、お昼の満了さんとね。そうそう、夜の満了さんはまあ同伴でもやっぱりいいでしょうし、まあ何がいいって、その気軽に入れてさっとつまんで、あ、じゃあちょっと店行ってくるわみたいなのがいいと思いますよ。できますしね。で、僕なんかもそうなんですよね。奥さんにね、ちょっと満了さん行ってくるわって言って、あと帰ってこないわけですよ。じゃあ帰れなくなるっていうの、うん、早く食えって、あ、そうそうそう、言います。アナゴ店です。うわ、サクホワ、うん、うまっ、うまいっす、うん、うん。あ、すいません、甲羅をチェイサー代わりにしてました。俺らしいでしょ。やっぱ夜のお寿司屋さんはね、こうお刺身をちょっとつまんでね、あのお任せじゃなくてもいいんですよ。例えばしめさば刺身でくださいとかね、マグロの赤身刺身でつってちょっとつまんで、で酒飲んでね、揚げ物とかも頼めるし、あと焼き物も確かね、焼いてくれたりするんですよね。そうですね、皮がその時にある貝だったり、うん、はい、っていうことでね、今日ちょっと締めにね、特上寿司をお願いしました。これでおやさんいくらでしたっけ？はい、店内召し上がりの特上ですと、はい、はい、2590円。はい、味噌汁、あ、嬉しい。このね、あのランチにもついてましたけどね、この味噌汁が僕大好きなんですよ。この山椒がこうかかったやつね。でこれ特上は、鉄火、あとあれですね、これは俺の好きなひもきゅうで、数の子ね、で赤貝、トロ、大トロで、中トロ、イクラ、甘エビ、ウニ、だこれたまんないですよね。もういやいやいや、ほんと嫌いなものとかがなければ、ね、あ、そうですね、はい、じゃあちょっといただいていきます。やっぱ最初はやっぱウニ食わないとね。ウニいただきます。うめえな、いくら、うまい、うん、万良さんのいくらは塩漬けのいくらです。うまい、この味噌汁がうまいですよ。うん、これね、山椒がね、すごく強めに振ってるんですけど、これがうまいです。これ赤貝ね、赤貝、そうですね、うちとはまた違った気候というか、うん、時間帯的にも赤貝うま、いい
自分のトロ食べちゃおうな。手で食べちゃおうな。部活の後輩がもし今選手さんだったら、まあ、行くとおり47シェア。うまっ、はい、トロうまっ、はい、トロだけじゃこれで2590円ですよ。甘エビうめえなこれね。うまいっすよこれ。ひもきゅう赤貝のね、ひも原価抑えられますもん。うん、あ、うめえな。選べるのも多少選べるか。うん、よし、寿司なくなっちゃった。いや今日も美味しかったな。どうでした皆さんね。え、万寮さんのランチの時と夜違いますよね、うん、でもねやっぱ同伴とかね、まあ、家族で来るのもよし、ちょうどねあのこういうテーブル席のあるんで、ほんとね家族でね来てもねよし、いいと思いますよ、うん、いやほんとでも今日もですね、店舗様の撮影の協力ありがとうございます。で今日もたくさんいただきましたね。え、ほんといっぱいになった、美味しかった。じゃあ次回はどこかな？プピ。じゃあまた。またねー。さあ次どこすっかな。よし。あ、最後はい。おやすさんのお腹を見て。はい。ご視聴様。嫁さんお願いします。嫁さん紹介お願いします。じゃあ、恋人募集中です。じゃあまたねー。